じゃ何してるもんじゃじゃほい。じゃじゃあ帰ろう。じゃあ帰るよ。でちょっと今ケージ取ってるんですけど、脱走したのはこの穴ですね。ちょっと今これ外からテープ貼ったんですけど、とりあえずはで本当だったらこの穴ってこの下みたいな感じで、こっちもちょっとかじられてるんですけど、金網を取り付けるように穴が開いてて、そこを結構無理やりかじって開けた感じですね。いや昨日の段階ではここまでは開いてなくて、昨日一気に開けた感じですね。まあでもちょこちょこかじってたのは知ってたので、もうちょっと早めに対策するべきでしたね。でちょっと今内側からも強力めなテープを貼ったので、これで剥がされないか様子見ながらやっていきたいと思います。じゃあごめんね、冒険したもんちゃんな。ああちょ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 、まあ、とりあえず今回はももちゃんに怪我はなかったので、そこは本当に良かったですね。ただもう自分の管理ミスなので、本当に今後はそこ気をつけていきたいと思います。ただアクリルケージ使ってる方で、このモモみたいにかじり癖があるモモンガちゃん飼ってる方は、まあ、こういうこともあるので、ちょっとそこは気をつけながら見ていてほしいなと思います。今回はこんな感じで終わりなんですけど、いやまあでもモモンもちょっとでも楽しそうでしたね。あんまり台所まで行ったことなかったと思うので、本当にびっくりしたんですけど、もうテンション爆上がりで、本当に怪我なくてよかったです。じゃあ今日はこれで終わります。まあ、このチャンネルは、モモンガの、このモモンの動画とか、あといろんなペットの動物関係の動画あげたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。